ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル軍に属す中規模都市である。この町は1957年のフォルクスワーゲンの工場進出に伴い、かつて独立した市町村であったアルテンバウナ、アルテンリッテ、キルヒバウナ、グローセンリッテ、ヘルティングスハウゼン、レンガースハウゼン、グンタースハウゼンが合併して成立した。グンタースハウゼン区近郊を流れる古田川この町はカッセルの南、 古田川の谷の西側に位置している。長域の西と北西は、ランゲンベルク連山を含む、ハービヒツバルト山地があり、北は、方園ハービヒツバルトの死脈であるバウンスベルクがある。これらの山の西、南、東斜面に居住地がある。北西から南東に、町の名前の由来となった、バウナ川が流れている。この川は、グンタースハウゼン地区近郊で、 南から流れてきた古田川に、左岸川から合流する。この合流点から、南南西のほど近いエーダーメンデグリフテ近郊で、エーダー川が、古田川に注いでいる。バウナタール市内では、西から流れてきたリュッツェル川とライゼル川が、バウナ川に合流する。アルテンディッテシクのやや北西のバウナ川沿いに、市立の洪水防止のための貯水池ポルダー、シェフファンフェルトがある。バウナタールは、 北は、シャウエンブルクと、軍独立カッセル。東は、フルダブリュック。南東は、グックスハーゲン。南は、エーダーミューンで。西は、ニーデンシュタインと境を接する。バウナタール氏は、以前は、独立した、市町村であったアルテンバウナ、アルテンリッテ、グローセンリッテ、グンタースハウゼン、ヘルティングスハウゼン、キルヒバウナ、レンガースハウゼンが合併して成立した。 フォルクスワーゲンエジーのカッセルフォルクスワーゲン工場は1957年に現在のアルテンバウナ宿の旧ヘンシェル飛行機工場後に進出した。1959年にはすでにフォルクスワーゲンは生産を開始し、その1年後にはアルテンバウナの工場に6000人以上の労働者が働いていた。アルテンバウナの極めて急速な発展に伴い、これに対応した。 社会資本の整備が必要となった。そこで1964年1月1日に、それまで独立した町村であったアルテンバウナ、アルテンリッテ、キルヒバウナが合併して、当時の新自治体バウナタールが成立した。続いて1966年7月1日に、バウナタールとグローセンリッテが合併した。さらに、ヘッセン州政府はこの新たに成立した自治体に都市圏を授けた。 書面は、ヘッセン州内務大臣、ハインリッヒシュナイダーによってもたらされた。これによって、バウナタール氏が誕生した。初代市長は、ホルスト・ベルナーであった。この時点での新生バウナタールの人口はすでに1万1705人であった。同時点で、フォルクスワーゲンの工場には1万3400人以上の従業員を雇用していた。1971年10月1日。 ヘルティングスハウゼンがバウナタールに合併した。さらに1972年8月1日にはブーヒエンハーゲンが合併した。ブーヒエンハーゲンは以前にグンタースハウゼンとレンガースハウゼンが合併して形成された町であった。これによりバウナタールの人口は19300人となった。現在のバウナタールの人口は27909人である。宗教改革以前 現在は住民の大部分がプロテスタントである。この町には8つのプロテスタント教会のほか、1つのカトリック教会組織が存在している。これは18世紀にカトリックの神事が再び許されたことによる。この他にバプテスト、独立福音派、ルター教会、新首都派教会、エホバの承認、さらには仏教系の宗教サークルもある。 バウナタールの市議会は45議席からなる。1966年7月1日以降の市長を歴史する。バウナタールは以下の町と姉妹都市協定を結んでいる。私立博物館私立博物館はアルテンディッテのミューレンベク4番地にある。この博物館は20世紀を中心とするバウナタールの歴史を紹介している。最初の鉄道建設。 軍事企業ヘンシェル飛行機製作所 GMBH の移転国家社会主義時代の日常近代的な自治体への都市計画上の発展につながる1966年7月1日バウナタール氏の成立などであるまた緑に囲まれた若々しく進歩的な現在のバウナタールが映像で紹介されている郷土博物館ヘッセンシュトゥーベこの郷土博物館は アルテンディッテのリッター通り一番地にある。この博物館は19世紀後半から1930年代にかけての農業や手工業が主であった頃のバウナタールの村の生活や仕事について紹介している。古作の下級農家や手工業者の日用品が展示されている。2階には居室検診室、台所、脱穀場が当時の生活環境を示している。下層には 手工業者の例として古い機械や道具を作る家事屋が展示されている。靴職人の工房や家具職人、旋盤工の工房が靴や家具が手作りされていた時代の村の手仕事の様子を滑車する。旗織部屋はアマを加工するために使われた手動式の食器や用具を展示している。グリーム兄弟にメルヘンの原型を語ったドロテアフィーマンメルヘンの語り部の聖火メルヘンの語り部。 ドロテア・フィーマンの成果は、ドイツ・メルヘン街道の一部となっている。彼女は、グリム兄弟のメルヘン収集の重要な語り手であった。彼女が語ったメルヘンは、特に、子供と家庭の童話集、第2版に収録され交換された。文化財バウナタールグローセン・リッテクのヒュンシュタインは、北ヘッセンの文化財である。この慶願のメンヒルは、紀元前4から3世紀の宗教上の集会場の、 中心であった。この町の、そして北ヘッセン地方で最大の雇用主は、フォルクスワーゲンの工場で、年間300万台のオートマチックトランスミッション装置を製造している。軽金属のギアボックスは、鋳造炉や圧力ガスによる工作機械で組み立てられる。マフラー工場では、約1万3千人の従業員が、触媒装置、ディーゼル微粒子フィルターの製造やプレス部門で、 働いている。また、フォルクスワーゲン工場のための数多くの部品の輸入業者や輸送会社がバウナタールにある。さらには、フォルクスワーゲンオリジナルタイラレジェスティックの本社がある。この会社は5つの流通センターに1万3000人の従業員を要するが、そのうちの2500人がバウナタールの本社に勤めている。バウナタールはビール製造業者 HTT の所在地でもある。 バウナタールは、連邦アウトバーン A7 号線、A44 号線、A49 号線に面しレンガースハウゼン区とグンタースハウゼン区には、駅がある。この駅には、近郊列車の他に、カッセルレギオトラムの列車も停車する。このトラムは、マインベーザー線や、フリードリヒビルヘルムス北線に接続する。分岐駅であるバウナタール・グンタースハウゼン駅はこの、 路線の開業時から存在する駅である。駅舎は、クアヘッセン国営鉄道の初代、ゼネラルディレクターであったユリウソイゲンルールの設計に基づいて建設された。アルテンバウナクのパークスタジアム。ありがとうございます。